はい、こんにちは、ゆうです。今日の動画なんですけども、こちらのねレンズですね、ビルトロックス AF20mmF2.8 というレンズを紹介します。こちらのレンズなんですけども、レビューにあたってバーギア様よりご提供いただきました。ありがとうございます。ということで今日はこちらのレンズを紹介していこうかなと思います。はい、このレンズなんですけども、ビルトロックスというねメーカーが作ったレンズになっておりまして、まずちょっとメーカーをご存知でない方のために軽く紹介しておきますと、ビルトロックスというメーカーは中国の四川で2008年にカメラ用品のメーカーとして設立されたメーカーになります。主に、ね、レンズアダプターなんかを作ってたメーカーなんですけども、2018年頃に、まあ、レンズでもね作ってみようみたいな感じでレンズを作り始めます。まあ、こんな軽いノリじゃないと思うんですけども、まあ、レンズを作り始めます。で、最近で言うとソニーの、ね、E マウントの 16mmF1.8 のプロっていうレンズなんですけども、まあ、そのレンズがね価格の割には GM レンズ並みのね写りをするみたいな感じで評判になったと思うんですけども、まあ、そのメーカーさんで、まあ、お手頃な価格なんですけども、なんか良いレンズを作るというレンズメーカーとなっております。まあ、そんなビルトロックスが作った今回は 20mmF2.8 というレンズになります。今日のね動画の内容なんですけども、まあ、このレンズ届いてから1ヶ月ぐらい経ちまして、まあ、その間結構使わせていただきましたので、まあ、作例なんかも含めて良い点とかね気になる点とかもお話できたらなと思います。で、その前にちょっとね外観などを紹介しようかなと思っております。まあ、そんな感じで進めていこうかなと思います。はい、ということでこのねビルトロックスの 20mmF2.8 のレンズなんですけども、まずね付属品から言っておきましょうか。まあ、付属品はね箱ですね。まず箱はねこんな感じ、まあ白の箱です。こんな感じの箱に入っております。まあ、中身はねこんな感じで、まあ、レンズ本体とあとねエンドキャップビルトロックスって書いてますね。で、フロントキャップこれもビルトロックスっていう風に書いています。で、ちょっとね薄型のレンズフードついてます。こんな感じですね。で、あとは取説、日本語にも対応しております。取説でちょっとしたカードが入っております。で、こちら柔らかい素材のポーチ入っております。なので、まあ、持ち運びはねこういった感じのポーチに入れて持ち運ぶことも可能になっております。中はこんな感じになっております。ではちょっとね外観見ていきましょうか。はい、外観なんですけども、外観はね相当ちっちゃいですね。はい、20mm のレンズ単焦点ね、あ、多分ちょっと言うの忘れてたんですけど、これフルサイズ用ですね。 APS-C 用じゃないです。フルサイズ用の 20mmF2.8 でオートフォーカス効きますからね。そう思うとねめちゃくちゃちっちゃいです。まあ、ちょっとねプラスチック製なんですけども、まあ普通のねソニーの純正の、まあこれがね、まあ、APS-C 用の 11mm の F1.8 のレンズなんですけども、まあ似てます素材は。まあ、APS-C の、ね、この 11mm よりかもちっちゃいです正直。軽くてで、こんな感じでレンズ径はね 52mm となっておりますね。ちっちゃいですね。うん、こんな感じで、マウント側はこんな感じになっております。ちょっとねシーリング入ってないので防塵防滴ではないんですけども、はい、しっかりとした感じになっておりますね、マウント部分で。ここにタイプ C の端子がついております。で、これは何をするかというとファームウェアのアップデートの時に使います。まあ、外観はほんとシンプルですね。この上部に 20mm のF2.8 とかこういった文字が入っておりまして、サイドにちっちゃくビルトロックスと入っています。まあこんな感じです。ということでちょっとねカメラにつけてみましょうか。あのね箱から出した時ね僕めちゃくちゃちっちゃくて軽いと思いましたね。もう APS-C のレンズかと思うくらい、うん、なので α7-4 つけるとこんな感じでちっちゃいです。めちゃくちゃ僕は 7C2 にめちゃくちゃ合うんじゃないかなと思いますね。で、僕 7C2 持ってないのでちょっとね6700つけます。まあ、サイズ感ほぼ一緒だと思いますの で、それでちょっとイメージしてもらったらなと思うんですけども、6700につけるとこんな感じですね。どうでしょう、めちゃくちゃ
このボディの形に合ってませんかね。セブン C2 とは本当にねめちゃくちゃ相性いいかなと思いますね。でもちろんねこの6700にもつけて使うこともできます。その場合は 30mm 相当になりますね。まあ、FX30 とか ZV-E10 なんかにもつけて使うことができます。はい、まあ、こんな感じになりますね。ということで相当ねこのレンズ軽くてちっちゃいです。それでフルサイズ用でオートフォーカス対応の 20mm の F2.8 の単焦点レンズとなっておりますね。まあ外観はそのくらいにしておきましょうか。でこのレンズの特徴気になる方もいらっしゃると思いますので少しお話ししようと思うんですけども、今ねソニーの E マウントの 20mm の単焦点のラインナップ知ってます？すっごくね増えてます。まあ、例えばソニーの純正の 20mm の F1.8G レンズ、まあ、それを筆頭にシグマさんからも2つありますね。アートラインの 20mmF1.4 とコンテンポラリーの 20mmF2 で、トキナさんからも 20mm の F2 という単焦点レンズ出てます。でそして 20mm の F2.8 といえばタムロンさんからも出ております。でそこにこのルートロックスの 20mmF2.8 もラインナップしてきました。 20mm の単焦点レンズだけでもめちゃくちゃ増えてます。でそしてこちら標準ズームレンズも 20mm 始まりの波が去年ぐらいからやってきてますね。これソニーの純正レンズなんですけども20-70 の F4 同士の G レンズで、そしてタムロンさんからも20-40 の F2.8 同士の標準ズームレンズ出ました。で Vlog カムなんかも最近 20mm 前後の始まり増えてますね。ということで、まあ、20mm の画角ってもう最近流行ってるのかどうなんかちょっとわからないんですけども、すごい目にするようになってきました。でこちらも、まあ、そんな 20mm の仲間入りなんですけども、まあ、じゃあどんな特徴があるかといえば、まあ、僕がその1ヶ月間使ってきた中で、まあ、思うことはやっぱりね軽い、サイズがちっちゃいってところですね。もう APS-C のレンズっぽいサイズ感で、それでいてフルサイズでもうオートフォーカス効くといった感じで、もう普段の日常のスナップには最適かなと思いますね。で、まあ、20mm ってどんな画角なんかと言いますと、まあ、本当にねこういった感じで自撮りするんだったら程よいこんな感じで顔が入るといった感じで、まあ、めちゃめちゃ広いっていうわけでもなくて程よくね自撮りできる画角となっておりますね。そのアクティブ補正使ったとしても、でそれで、まあ、風景なんかも撮ったりすると本当めちゃくちゃ広くはないんですけども、まあ、iPhone で言うとね 24mm で超広角が 13mm なんですけど、まあ、その中間ぐらいの、ね、程よい超広角の入り口かなといった感じでございますね。まあ、なので 24mm の広角レンズが今までは主流だったんですけども、ちょっとねそれでも狭いなと感じる方の入り口の超広角のレンズの画角かなと思いますね。まあ、そんなレンズなんですけども、まあ、非常にコンパクトで軽くて日常使いで使えるかなと思うのがまあ特徴ですね。でそして言うの忘れていたんですけども、価格ですね。価格がめちゃくちゃお手頃な価格でこれ購入することができます。まあ、リンク貼っときますので見ていただいたらと思うんですけども、2万円台でなんとこのレンズ購入できます。フルサイズでオートフォーカス入ってて 20mm の F2.8 で2万円台で手に入れることができます。非常にねお手頃な価格となっております。で最短撮影距離なんかは19センチとなっておりますね。ここから、まあ、なのでほぼほぼ純正の 20mm の F1.8 の G レンズとあれも19センチだったと思いますので同じくらい、まあ、超広角レンズとしては寄れる方かなと思っております。まあ、特徴はそんな感じでございます。じゃあ次は少しこのレンズで撮った作例を見ながら画質とかそういったものをお話しできたらなと思うんですけども、まあ、先ほども言ったように基本的にスナップ撮ることが多かったですね。もう日常使いで、まあ、レンズが非常に軽いのでもう散歩するときに常につけておりました。で動画の方なんですけども、まあ、動画もちょっと前の動画でこのレンズ1本で撮った Vlog っていうのをアップしております。ちょっと概要欄貼っときますね。よかったらそれもチェックしてほしいんですけども、まあ、Vlog にも、ね、非常に向いているレンズかなと思います。まあ、広角 20mm 活かした Vlog 撮れますし、まあ、フルサイズ用なので APS-C モードにすると 30mm 相当の画角にもなりますし、あと超解像ズーム使うと 40mm まで寄ることもできますので、まあ、実際ね 20mm の単焦点なんですけども結構ね幅広く Vlog なんかでも使えます。よかったら概要欄貼っておきますので見てみてください。
で写真の方なんですけども、基本的にスナップ撮影が中心でした、僕の場合はですね、うん、で今回ここに載せているのは全部取っ手出しになりますね。 PIF 形式で取っ手出ししたり、あとは JPEG なんかでもやってますけど、全部これはね取っ手出し、編集ノー編集でちょっとお見せしようかなと思います。まあ、普段はローで撮って現像とかもするんですけども、まあこのレンズの性能とか色味とかどんな感じで出てくるかっていうのを参考にしていただきたくて、ちょっと今回は取っ手出しでお見せいたしますね。まあこんな感じで高層ビルなんかも、建物なんかもしっかり写っておりますね。まあ価格の割にはいいんじゃないでしょうかね、本当に。でこれなんかはまだ12月の初め頃に撮ってましたので、紅葉なんかも撮ってましたけど、これ開放で、うん、中心部分もすごい改造してるかなといった感じですね。ボケ具合はこんな感じになります。で絞るとこんな感じでちょっとね滝を撮ってみたんですけども、うん、こんな風合いになっておりますね。で建物なんかもよく撮りました、うん、こんな感じで広く20ミリほどよく広くて、まあ、すごい、これもなんぼだろうな、F2.8 ですね。中心部分すごい改造してます。ただちょっと後ほど話しますけども、ちょっと周辺部分は気になる部分もありますけども、スナップ撮影にはすごい向いていて、まあ、こういった建物なんかも撮るのにも向いてます。で室内の撮影なんかも非常に広く撮れますしね、うん、で他には、うん、逆光体制なんかも見てみると、まあ、こういった感じになりますね。まあ、夕日が当たる大阪駅周辺でスナップしてたんですけども、まあ、これは絞って11にしてますね。こんな感じの工房、工場が出ます。これも取っ手出しで大阪駅のすごい光が入ってきた感じをスナップしてみました。まあ、ちょっとね風合い、色合いはオールドレンズっぽい感じもするかなといった感じはしますね、うん、これもほぼ逆光で撮ってます。これもろ逆光ですね。やっぱちょっとゴーストの関係は出ます、うん、でこの辺も人がちょっとね歩いていたので、それを狙って撮りました。でこの辺は一番最短撮影距離で撮ってます。これはちっちゃい、すごいねちっちゃい花が咲いてたんですけども、最短撮影距離で撮りましたね。でこの辺も開放で逆光気味で撮ってますけど、なんか色合いがすごい懐かしい感じの雰囲気で出てきますね。この辺も大阪駅構内で光がすごい綺麗だったので、そのまま撮りました。これも普通に撮って出しですね、こんな感じで、うん、で夕焼けが綺麗かった大阪駅周辺の開発をバックに夕焼けがすごい綺麗なシーンを撮ってみました、まあ、こんな感じでいろいろと、うん、写真も撮りましたね。まあ先ほども言ったようにこの逆光部分の時はちょっとねここちっちゃいゴーストみたいなのも出ますね、うん、ちょっとねフレアも出てた時がありましたね。あ、これですね、うん、若干角度によっては、まあただ建物に関しては、うん、そんなに歪むとかっていうのはなかったですね。ただ真正面のもの、まあ、撮る時はちょっとね歪みは感じた時もありましたね。どうやったかな、まあこれですかね、うん、ちょっと歪んでますね真正面から撮ると。それとあとは20ミリこういった食べ物とか飲み物とかどうなんだっていうところなんですけども、これカフェで撮ったシーンですね。こんな感じで酔って撮ってます。でご飯系は20ミリで撮るとやっぱりちょっとパースが効くような感じになっちゃいます。で APS-C モードで撮った感じがこんな感じになりますね、うん、で夜なんですけども、まあ、F2.8 活かして、まあ、夜も撮ってみたんですけど、ちょっとね玉ボケがカクカクするかなといった感じですね。これ開放 F2.8 ですね、うん、ちょっとあんまり玉ボケは綺麗くないかなといった感じです。こんな感じで、うん、ただ夜景撮影なんかも F2.8 ですので、そこまでねここ ISO 感度を上げずに撮ることができます。で例えば、まあ、これ撮って出しなんですけど、ローで記録しておくとこんな感じで、まあ、ロー現像して明るい夜景も仕上げることが可能になっておりますね。まあほぼほぼ価格の割にはいい感じかなと、うん、思う次第でしたね、うん、そうですね。ちょっとやっぱり逆光ではゴーストが出てますかね。まあその辺はナイトルームでとかそういったもので除去してあげたら、ちょっと適当に今やってますけども、もっと丁寧に
消してあげると普通にゴースト関係を消えるかなと思いますね、うん、まああとちょっとね画質見ておきましょうか、せっかくなので、まあこれでも見ておきましょうか。はい、まあ、F2.8 ですね。これビル撮ったんですけども、まあ、中心部分は結構シャープなんですね、正直言うと。はい、F6.3811 とね、結構中心部分はシャープです。ただやっぱ周辺 F2.8 の時はこれ F2.8 ですね。まあこんな感じでちょっと流れてるというか解像度は落ちます。まあもちろんですね。で F6.3 だと、まあ、こんな感じでシャープになってきます。で8だと、うん、いい感じになってきて、まあ、11まで絞るとね結構もうほんとシャープになってきますね。他の画像も見ておきましょうか。まあこれが F2.8 のまあ端っこ部分ですね。で11になるとこんな感じ、うん、でもう一つお伝えしたいことがありまして、やっぱりね開放で撮ると周辺原稿結構目立ちますね。こんな感じで絞って撮ると解消されます。まあ先ほどのこれもそうなんですけども、周辺部分原稿目立ちますけども絞ってあげると消えます。他にも何か参考があったら、まあこの辺も F2.8 なんですけども周辺が暗くなっておりますけども、 F4 とかになるとマシになってきて、まあ、6.3 になるとだいぶ消えてます、うん、というような感じで F2.8 の時はやっぱり周辺原稿気になるかなといった感じですね、まあ、その場合はもう絞ってあげるかなといった感じですね、うん、どちらかというと先ほども言ったように開放で撮ると結構オールレンズっぽい風合いは出るかなといった感じになりますね。まあそれも味として楽しむのもいいのかなと思います。まあ、画質面に関してはそんな感じですね、うん、じゃあ次はフォーカスがちょっと気になるテーマあったのでフォーカスの方行ってみましょうか。まあ、静止画の場合なんですけども、まあ、半押しして通常の環境、明るい環境だったらもうキビキビありましたね、僕の場合は。ただちょっと気になる点もありました。例えばやっぱり暗い時とかなんかは若干ね、あの前後に迷う時ありますね、うん、それとちょっと気になったのがこういったねビルの窓ですかね、ちょっと複雑な感じのビルの窓の時はピント合わせる時結構ね前後しましたね、うん、なので完璧なフォーカスではないですけども、まあ、通常で使うなら問題ないかなといった感じになっておりますね。で動画の方のフォーカスなんですけども、まあ、これね僕自分自身を撮って撮影してみたんですけども、まあ、こういった環境明るい環境だったら特にね気にならなかったですね。ちょっと離れて撮影する分ですね、ちゃんとピント追ってくれますし、瞳 F ちゃんと聞いておりました。でちょっと気になった点がこのちょっと近めですかね、最短撮影距離ぐらいに物を置いてピントを変えるっていった感じですかね。そういった時に少し気になって α7-4 でトランジション速度とかね乗り移り感度って調整できるじゃないですか。それをまあ普通の4にしておりました。でこういった感じで物を出して引いたりしてピントを合わせしてたんですけど、ビルトロックス 20mmF2.8 のオートフォーカスのテストをします。設定は粘りとトランジション4にしています。ちょっとね急に後ろのものにピントがね行く場合がありましたね。でトランジション速度を一番遅いね1の方にするとこんな感じでね問題は解消されましたので、ちょっとねピント送りみたいな撮影をしたい場合はこのレンズ使うときはトランジション速度1とかね2にした方がいいかなと思いましたね。でフォーカスブリージングなんですけどもちょっとだけ出ますね、うん、エアピント前後で動きます。それだけはちょっとお伝えしていこうかなと思いました。というような感じで画質と
フォーカスちょっとね中心的にお話ししてきましたね。まあ実際ね最後まとめますと、良かった点とかね気になる点最後まとめますと、やっぱりね、E マウントレンズの中でも 20mm ってめちゃくちゃ最近増えてきてます。でその中でも、まあ、他にはない小ささと軽さがメリットかなと思っております。そしてなんといっても価格2万円台で 20mm のレンズが手に入るということで、まあその辺は他のレンズと差別化できているのではないかなと思いますね、うん、でやっぱりコンパクトなので日常使いの 20mm としては非常にいいかなと思います。まあ、純正レンズなんか買うと11万ぐらいしてますもんね。まあ、なので 20mm 欲しくてもやっぱちょっとね手が出しにくいといった方にはこのビュートロックスの 20mm おすすめかなと思います。まあ、ずっとこれ α7-4 につけておりますので、見ていただいたら分かるようにもう非常にコンパクトで普段使いには適してるかなと思います。特にね先ほども言った 7C2 にはめちゃくちゃ相性いいかなと思いますね。良かった点はそんな感じですね。で気になる点なんですけども、先ほども何点か作例とかもお見せしてますように、まあ、F2.8 付近では開放付近では周辺原稿出ますので、まあ、そこ気になる方は絞ってあげてくださいというところですね。まあ、それも一つの風合いとして楽しむんだったら全然いいかなと思います。であとオートフォーカス若干その動きが気になるかなといった場面もありますけども、まあ価格は価格なので、まあ、それは妥協するしかないかなと僕は思っております。まあ、普段使いでねそこまで気になる時はなかったです。先ほどみたいにテストすると、あ気になるなっていうところはあるんですけども、まあ、実際ねスナップとか日常使いで使うに関してはそこまで気にならなかったですね、うん、であと、まあ、どのサードパーティー製レンズでも言えることなんですけども、やっぱりねあの動画時のアクティブテブレ補正は効きが悪くなります。もうこれはどのサードパーティー製レンズでも言えることなんですけども、なので長時間ね歩いて撮影する Vlog なんかはあまり適してないと思うんですけども、まあ、僕はその場合はこういった感じで手ブレ補正をオフにして、ソニーの専用ソフトのカタリスタ、よく僕はサードパーティー製レンズの時は使います。まあ、なのでどうしても歩きたい時は手ブレ補正をオフにしてカタリスタとかかけてあげる、もしくは非常にコンパクトなのでジンバル運用非常にしやすいです。まあこれこんな感じで DJI の RS3 Mini に乗せてマイクまでつけてるんですけども、まあ、非常に楽です。まあ、ND フィルターも 82mm の僕はこれつけてたんですけども、それでも簡単に乗りますので、ジンバル運用にも適していると思いますので、まあ、手ブレ補正やっぱりサードパーティー製ですのでアクティブ補正と相性あまり良くないですけども、まあ、カタリスタかけてあげるとかジンバル使って運用するといいかなと思っておりますね。まあ良かった点良い点はそんな感じですかね、うん、まあ、なので最後まとめますと 20mm 今流行ってますね、多分流行ってますね、まあ、それで 20mm 使いたい人も結構いらっしゃるかと思うんですけども、まあ、非常に価格低価格でコンパクトなサイズで日常使いにおすすめの 20mm レンズ出てきたなと思っております。まあ、なので低価格で 20mm のレンズでちっちゃいの探していた人にはもうぴったりかなと思いますので、よかったら概要欄貼っておきますのでぜひチェックしてみてください。本日はこちらビュートロックスの 20mmF2.8 フルサイズ用のオートフォーカスのレンズ紹介しました。またね気になることがありましたらまたコメント欄いただきますとお答えいたします。はい、本日はこんな感じで終わろうかなと思います。それでは本日の動画は以上になります。ありがとうございました。